皆さんこんにちは。情報通信研究機構宇宙天気ニュースキャスターの水間智美です。2月10日から16日までの週刊宇宙天気ニュースをお送りします。太陽活動は10日12日から13日にかけてやや活発、14日から16日にかけて活発となりました。15日には約4年ぶりに X クラスの大規模フレアが発生しました。太陽風地磁気は15日にやや乱れた状態となりましたが、その他の日は静穏でした。電離圏は15日にやや乱れましたが、それ以外は静穏でした。それでは詳細情報です。まず太陽活動です。10日から13日にかけて主に活動領域1153と1158で C クラスの小規模フレアが数回発生しました。その後活動領域1158では15日10時44分に約4年ぶりに X クラスの大規模フレアが1回発生しました。その後14日から16日にかけて M クラスの中規模フレアが数回、C クラスフレアが十数回発生しました。現在太陽面には4つの活動領域1157、1158、1159、1161があります。 X クラスフレアが発生した活動領域1158は22日頃に太陽面の裏側へ回り込む見通しですが、東側の活動領域1161も成長中であり、16日には M クラスのフレアを発生させています。これらの影響によりしばらく活発な状態が予想されます。今後とも太陽活動は活発な状態が続くでしょう。次に太陽風地磁気です。15日0時頃に衝撃波が到来し、太陽風速度は秒速 300km から400km へと急激に上昇しました。この影響により地磁気がやや乱れました。15日に活動領域1158で発生した X クラスフレアに伴い、コロナガスが地球方向の全方位に広がって放出されるフルハロー型のコロナ質量放出が発生しました。これに関連してコロナ質量放出と衝撃波から放射される太陽電波の増大現象が観測されています。またこの他にも14日から15日にかけて活動領域1158のフレア活動に伴いコロナ質量放出が数回観測されました。これらの影響により17日から18日頃より地磁気が乱れることが予想されます。今後の地磁気活動は乱れた状態となるでしょう。最後に電離圏です。15日に活動領域1158で発生した X クラスフレアの影響により、電離圏の下部領域が電離され、短波の吸収により通信に障害を起こす現象、デリンジャー現象が15日に全国的に観測されました。高度 100km 付近に突発的に現れる電子密度の高い層、スポラディックE層は観測されていません。電子密度が最も高い領域、F 領域の電子密度は11日、15日、16日の日中に東京以南の地域でやや高めとなりましたが、これ以外はおおむね静穏でした。日本上空の全電子数は10日と12日の昼前から昼過ぎにかけて低緯度の地域でやや低めでした。また15日の朝から昼過ぎにかけて日本各地で高め、16日の昼前に低緯度の地域で高めでしたが、これ以外はおおむね静穏でした。今後とも太陽活動が活発な状態が続くこと、太陽風地磁気ともに乱れることが予想されるため、電離圏もやや乱れた状態でしょう。続いて今週の豆知識のコーナーです。太陽面の爆発現象、太陽フレア。これは日本の太陽観測衛星日の出が見た太陽フレアといわれる太陽面の爆発現象です。太陽フレアは
太陽の黒点上空の太陽大気で起こる現象で、フレアに伴って可視光だけでなく電波から X 線、ガンマ線などのあらゆる波長の電磁波が数分から数時間にわたって強度を増します。1回の太陽フレアで放出されるエネルギーは10の22乗から10の25乗ジュールで、広島に投下された原爆の約1億から1000億倍もの莫大な大きさです。このようなエネルギーは太陽大気中で磁気エネルギーが解放されて生じると考えられています。フレアの規模は放出される波長が 0.1 から 0.8 ナノメートルの X 線のピーク時の強度により、小さい方から順番に A、B、C、M、X クラスに分類されます。最初に見たフレアは最大級の X クラスフレアでした。太陽フレア時の X 線の増大により電離圏 D 領域の電子密度が急増し、短波電波が D 領域で吸収されて通信ができなくなるデリンジャー現象が起こることがあります。また太陽フレアは X 線と同時に高エネルギー粒子を放出することがあり、これにより極域の電離圏が乱されて短波通信に障害が起こったり、人工衛星搭載機器が故障したりします。また有人飛行に大きな影響を及ぼすことが考えられます。以上、週刊宇宙天気ニュースでした。次回の配信は2月25日の予定です。